はい、こんにちは。今回なんですけれども、5月の9日にリリース予定のナイアンティックオリジナル AR モバイルゲームペリドット、こちらをね紹介していこうかなと思います。こちらの動画は第2弾でして、第1弾の動画はねこちらからご覧いただけますと幸いです。長い眠りから目覚めたペリドットという生き物を絶滅の危機から守るために育てることが目的のゲームです。プレイヤーは自分だけのドットを育てて、一緒に世界を探索したり一緒に遊んだりしながらドットとのね強い絆を深めることができます。またこのゲームでは最新の AR 技術を駆使して現実世界とゲームの世界を融合させることによって、よりねリアルな体験を提供しています。今回は先行体験のお誘いを受けた上で動画を作成しております。で、このゲーム、ざっくりと簡単にどんなゲームなのかを説明しますと、バーチャルペットが飼えるゲームとなっております。自分のスマホのアプリを開けば、いつでもねどこでも可愛いペットのドットに会うことができます。基本的な遊び方は、自分のペットのねお世話をするみたいに、ご飯を与えたりとか、ボールなどのねおもちゃで遊んだりして絆をね深めていきます。それで絆がね深まりますと、ドットは姿を変えて最終的にはね大人の姿になります。そして大人になると、他のドットを相手に繁殖ができるようになりまして、最終的に次の世代の子孫を生み出すことができるわけですね。育てて大人にして次の世代につなぐ、これがこのゲームの醍醐味です。そして僕のドットなんですけど、とうとうね大人になりました。だからね、繁殖をさせて次の世代のドットを生み出したいんですけれども、次のね世代のドットを生み出すにはやるべきことがあります。それは繁殖をねさせたいドットの持ち主に繁殖の許可をもらうことです。自分以外のドットは町のね至る所にある生息地、こちらをタップすることによって見ることができます。今ねこんな風に出ているこのポケストップだったり、ピクミンブルームのねビッグフラワーのようなスポットが、このペリドットでは生息地というわけですね。こうやって見ていくと、自分以外のドットを見ることができます。で、これらのドットと交配をすることで次の世代のドットを生み出すことができます。で、そのドットの持ち主に繁殖をしていいかというね、まあ、許可をもらう必要があるわけなんですけれども、それをどうやってやるのか、まずはね見せていこうかなと思います。そうだな、生息地を適当にタップして、そこで出てくるドットがいるんですけれども、で、そのお好みのねドットがいたら、そのドットをタップします。で、こんな風にタップしたら、ここを押すことで繁殖のリクエストを送ることができます。このドットの飼い主さんがいるわけなんですけれども、この飼い主さんに繁殖をしていいかどうかというね、まあ許可を取るわけですね。それ早速ちょっとこちらをやっていきます。で、このリクエストが承認されたら、初めてね、繁殖をすることができるようになります。ちなみにこのリクエストは生息地のある場所まで行かなくてもやることができます。まあ、こんな風に開いているマップをタップして、マップの生息地を直接触るか、それともここのねこの左側、この左側のここのねアイコン出てるものは、これ近くの生息地なんですけれども、これをタップしても繁殖のねリクエストを送ることができます。ちなみにですね、自分のドットも生息地にねこんな風に配置することができます。ここのプラスボタンを押してイエスを押すだけで、こんな風に配置をすることができました。これはね、ポケモン GO のジム置きみたいなものですね。これをすることで、まあ自分が今やってたように、他のユーザーにね、繁殖のリクエストをしていたみたいに、他のユーザーから自分宛にね、繁殖のリクエストが届くようになります。ただね、この生息地に配置する場合、この生息地に自分のドットを置く場合は、自分もね、生息地のすぐそばまで行く必要があります。あとですね、この生息地への配置なんですけれども、なんとね、複数箇所にすることができます。だからね、ちょくちょくね、左側をタップして、まあ移動中とかはね、左側をタップして、生息地にね、ドットを配置すると良いかもしれません。そしたらね、繁殖のリクエストが降りる、繁殖のリクエストが承認されるまでちょっとね、待とうかなと思います。はい、先ほどね、通知がありまして、繁殖のリクエスト申請、こちらがね、承認されたんで、早速見ていこうかなと思います。そしたらこのハッチャードットをね押しまして、早速ペリドット繁殖させていきましょう。これ繁殖をさせるにはコインと、あとこの巣ですね、これネストっていう、まあ繁殖をさせるための、まあいわゆるその巣みたいなものが必要になってくるんですけれども、コインと巣で
新たにドットを作り出すことができるというわけですね。生み出すことができるというわけですね。さあ、どんな風になるんだろうね。お、これは最初の時の画面だね。さあ、おお、ここから新しいドットが生み出されるわけですね。でも今回は違います。一匹だったドットが二匹に。おお、あ、なるほど。ここでまた最初のチュートリアルの時に出てきた三つの卵を選ぶ画面に戻るわけですね。どうしよう、これ。好きなのを選んでね、みたいなことですよね。これでも一番右下のやつ選んだらおそらく多分同じようなやつが生まれてきそうですよね。じゃあこの、今度はこの左の水色のやつ選びますか。あ、選ぶ前に特性を見ることができますね。はいはいはい。この特性に関しては、新たなね、ドットを生み出す際に非常な重、この特性なんですけれども、新たなドットを生み出す際に非常に重要になる要素らしいですね。どうしようかな。じゃあ今回星がちょっと多めな、このドットにしてみますか。さあ。あ、来た、生まれましたね。でもちょっと猿乗り感が確かにあるな。うわぁ、この子は間違いなく猿乗りの子供ですね。うわぁ、いいね。そしたら新たに名前を付けることができますね。この名前はちなみにいくらでも変えることができます。モフモフしてて可愛らしいですね。やっぱり以前のね、猿乗りに結構ね、似た雰囲気がありますよね。あ、これは、ああ、行っちゃった。猿乗りが行ってしまいましたね。そう、ペリドットは一匹しか育てられないゲームなんですよ。その ピクミンとかポケモン GO みたいに複数育てられるゲームではないので、その、この新しいドットを生み出したら、もう猿乗りを育てることはできなくなってしまいます。ただね、こちら、スワップというものを押すと、この以前ね、育てた猿乗りをまたね、呼び出すことができます。こんな感じで、その、一度育てたドットで新たにね繁殖したとしても、まあ、もうそのドットとはお別れになるというわけではなくて、まあ、過去に育てたドットをこんな風にねもう一回ね呼び出して育てることができます。皆さんいかがでしたでしょうか。これが僕の新しいドット雪の子になります。可愛らしくないですか。めちゃくちゃいいですね。お目目が大きくてとても可愛いドットが生まれました。今回の動画はこれで以上となります。ピリドット5月の9日にリリース予定ですので、皆さんもね興味がありましたらよろしければね遊んでみてはいかがでしょうか。このゲームは本当に何だろう、究極に言えばドットに餌を与えて一緒に遊ぶだけで完結するゲームなので、ピクミンブルームとかポケモン GO をやってる方でもその片手間でね遊ぶことができるゲームとなっております。それじゃありがとうございました。